アルマグロ2体ゲットしました。取ったはいいんだけど活用方法がないよね。勝ったとしてもなんか応援するときにこう。まずいな。皆さんこんにちは、オルタナショナルの時間です。ウィーン、非常にまずい状態が発覚しました。ちょっとシビアジャパンさん、最近ちょっとこれになっちゃってますね。まずいです、すごくまずい、非常にまずいですね。やっぱり最近 UFO キャッチャーの腕が上がってきて、自分に取れないものはねなんて街中で言いふらして歩き回ってるそうですね。完全にこれですね、天狗ですね。ここは一回僕がねちょっとそのね鼻っぷしを折ってやらないといけない。ということで今回の対決は渋谷ジャパンとクレーンゲーム対決だ。タイと日本で1000円でどっちがより多く、そしてより良い景品をゲットできるか勝負だ。これからオルタナの UFO キャッチャー担当は俺だ。さあということで早速プレイしていきましょう。まずは両替だ。1000円を今回は約300バーツと換算して挑戦したいと思います。これが最大の有利なポイント、なぜなら1回のプレイが10バーツなんですね。ということは単純計算で約30回プレイができると。日本だと1000円で10回プレイくらいかなと思うんですけど、約30回プレイできる、ここが最大のねアドバンテージですよ。やっぱりクレーンゲーム王になるには世界の為替相場を頭に入れつつプレイしないとダメなわけ。これが重要なポイントですよ。さあまず1回目のプレイはタイでも大人気のドラえもんでございます。ドラえもんがピンク色の可愛い服をかぶったぬいぐるみの景品でございます。さあ記念すべき第1回目、狙いを定めて君に決めた。さあ行ったぞ。3点でがっちり掴んで、これはいただき、気を取り直して2回目だ。まあ1回目はね様子見ってやつですよ。2回目が重要なわけよ。さっき2回目だからブラブラ、さっき見極めなしだから、もう行った。さすがだ、決断が早いぞ。おう動いた動いた、いいね。さあ3回目、ちょっと今度はね横に寝転んでるまどろんでるあの子に行ってみよう。一番左側の、さあ揺れるクレーンを、さあ3点でがっちり掴んだ、上がったかで、はいいただきました、ありがとう。危ないところだったぜ。ドラえもんに全てのお金をつぎ込むところだった。ここは一旦冷静になって、小さいもの小さいもの簡単に取れるもので数を稼ぎに行きましょう。これはなんという頭脳作戦だ。まずとりあえず小さいものを取って勢いをつけると、景気づけですよね。ということで今回紫の豚を取りたいと思います。はいありがとうございました。こんなの簡単に取れますよ。もはや何も取れなすぎてうんちを、取ろうとしてます私。ね、人は何も取れないとうんちを狙い始めるというね、しかも取れないというね、うんちさえも僕は取れないのかっていうね、自暴自棄になってる時にね、なぜかおじさんが話しかけてきたよ。なぜかおじさんがね両替機の前に連れてってね、君下手くそだからメダルお金に変えた方がいいよ。やかましいわやかましいわ、ね、ありがたいけどね僕まだ挑戦するから諦めないから。そんな僕にようやく光が差し始めました、こちらの台なんですけど、この骸骨くん、何のキャラか分かんないんですけど、こちら前に挑戦してた人がね取ってたんですよ。頭の部分を3点でガッチリ掴んで取ってたんですよ。ということでこれなら僕もいけるはず、そう信じて3回目の挑戦でございます。頭の部分、そしてこのハットの部分にねうまく引っかかればガッチリと固定できると。お、うまく回転した。そしてガッチリ固定、ガッチリ固定、来た、ようやくゲットでございます。初めての挑戦で一つ目感動です。なんだかよくわかんないけど骸骨のぬいぐるみ。俺は思った、今の俺ならドラえもんが必ず取れるはずだ。そう、コツは頭だ。頭を制する者がクレーンゲームを制する、神の声がそう聞こえたんだ。ということで今回どちらを狙いに行くか、これね重いもの上に上がった瞬間に頭を掴んじゃうと振動で耐えられなく落ちちゃうんですよ。なので今回僕が考えた、これうまくひっくり返ったんですね。でこのひっくり返したのを利用して頭じゃなくこちら体の部分に3点狙いをがっちり掴みます。
そうすることで上に登った時の振動に耐えられる。頭がグッと下がってるんでね、重心のバランスが取る。そう考えたわけですよ。意味わかりますか？伝わりますか？僕もよくわかってないですけど、なんとなく感覚でそんな感じがしたんですね。なので今回は頭じゃなく体のところに狙いを定めて落としたんです。するとどうなったか見てください。これ上に上がった時の振動で落ちずに取れた、取れたんですよ。これでようやく愛しのドラえもんにありつけたわけだ。かわいいドラえもんゲットだぜ。はい、ということで帰ってきました。今回の僕の結果はじゃじゃん、こちらのよくわからない骸骨くん人形と、そしてじゃじゃん、ドラえもんのかわいいかわいいアヒル、ニワトリ、アヒルだね、アヒルの被り物をしたドラえもんの人形をゲットしました。まあタイの方が同じ1000円でも、まあ、プレイ回数多いけど、やっぱり僕はね初心者ですから、これはかなり上出来だと思ってます。自分でなかなかやったんじゃないかなと思ってます。さあ果たして1000円で渋谷ジャパンは一体いくつの、そしてどんな景品を取るのか、果たしてオルタナの UFO キャッチャーはどちらになるのか、ぜひチャンネル登録してその勝負の行方を見守ってくれ。それではまた次回渋谷ジャパンの動画でお会いしましょう。バイバイ。